社速率ゼーどうじゃ高橋です。はい、よろしくお願いします。皆さん調子の方はどうですか。いやー、もう私はですね、ちょっとね、新しい事実を知らされてしまって、これはちょっとね、マジで10月のセミナーもこれマジで面白くなりますね。もうね、弓道はね、もう率前の射が一番面白いっすわ。はい。立った構えで全てが決まるって考えたらね、もう全てが面白くなりますわ。はい。10月のオンラインのセミナーね、ご参加予定の方、概要欄にも貼っておきますけども、オンラインのセミナーね、もうこれ絶対面白いっすわ。はい。ありとあらゆる弓道の難しい内容がね、全部理解できると思ってください。そして強い部分開けるようになるし、的中率も上がりますし、綺麗な形も整えられるし、誰も知られないですね、この方法は。無理っす。で、私この方法を理解して分かりました。あ、これ使ったら多分45キロいけるだろうなっていうのが大体分かってきたので、まあちょっとこれをね、ご紹介していくわけなんですけども、はい。今日は何の内容をお話しするかというと、弓道の世界で爪合いという言葉は存在しないという内容についてお話をしたいと思います。はい。これはね、すごいですよ。いや、私もね、これね、その常々言葉にとらわれてはいけない、言葉とかそういうものにとらわれてはいけないっていうのを本当によく思ってたんですが、この言葉以上に、なんていうんですか、裏側の内容がどういう内容だったのかっていうことを理解することが、こういうことを言いたかったんだって、この裏の内容を理解する、面白さっていうのがあるんですけども、弓道の昔の文献にはね、こういうね、こういうのあるんですけども、今回の内容以上にね、これすごい内容ないっすよ。弓道の世界で伸び合い爪ってあるでしょ、下筋張りましょうとかってあるでしょ。あれ、嘘。脇の下の筋肉張って、ありません。ないということが分かりました。はい。それがないというのはどういうことかっていうのをちょっとどういうことか説明したいと思います。はい。まずね、10月のセミナーで、私はオンラインのセミナーでね、概要欄にも載せときますけども、本当の伸び合い爪合いというのを理解しようという内容を解説したいと思います。要は、伸び合い爪合いって口では言ってるけど、具体的にどこをどうすれば、その伸び合う感覚があるのか、爪合い感覚があるのかっていうのが、まあ正直わかんないじゃないですか。で、それをね、もう本気で学びます。はい。こういう風になると、筋肉が伸びている感覚がアップしますよっていう内容を、まあ私がお話します。こうすると伸びます。例えばここの幅を広げるとか、足の筋肉を伸ばすとか、まあそういうことをやると伸び感が上がるんですよ。体の伸び感が、はい、上がります。で、その伸ばすことによって筋肉が自然に働いて、弓矢の働きがまあ自然になり、呼吸が整い、まあ、起爆とかっていうんですけども、気持ちのとらわれみたいなのがなくなりっていうことが、まあ、出てくるわけですね。で、その中で今日はですね、何の筋肉を伸ばすと爪合う感覚が消えるかとちょっとお話します。それはこれです。はい。大事なポイントはこのハムストリングでございます。はい。ハムストリングって、まあ、太ももの裏側の筋肉です。で、この太ももの裏側の筋肉ちょっと伸ばします。はい。ただ現在のストレッチであったりとか、まあ、パーソナルトレーニングとか、まあ、ヨガとかもあると思うんですけども、多分、ここを伸ばすんですよ。ハムストリングって言って。ハムストリングの膝の方に近い方のハムストリングが伸びるっていうのはまああるんですよ。ただ、こっちを伸ばす方法っていうのは多分、ほとんどの人はちょっと説明しがたいと思うんですよね。こういう風にすると、ハムストリングの上の太ももの付け根の方が伸びる。まあ、簡単に言うと太ももの付け根を伸ばすわけですよ。で、ここを長くすると、まあこの足の筋肉が伸びて体重が落ちて、胸の筋肉が解放されるわけです。で、これができると何が起こるかってちょっとお話しします。そのハムストリングを、ね、伸ばすと何ができるかっていうのをちょっとお話します。それは、こうなるんです。例えば、肩の筋肉を下ろすときに、こう肩の筋肉をこう下ろしたら、こう下ろすとここ張るじゃん。これね、脇の下の筋肉プラス広背筋っていう背中の筋肉が張るんですよ。だから反り腰になっちゃうんですよ、この広背筋が縮んで。実はこの下ろし方ってあまりよろしくなくて、正しくは足の筋肉がふっと降りると肩が自然に降りてくれる方がいいんですね。で、あるいは引き分けでも
多分ね、こういうふうに腕を動かすときに、例えばこの辺りの筋肉を止めた状態で動かすと肩で腕が動くんですよ。でもこのやり方やると、指の圧力がこの辺りにかかって、こう肩が動いちゃって、肩がねじれちゃったりするんで、これ意味ないです。正解はどうなるかというと、こう足の筋肉をぐんと伸ばしておく。足を伸ばしておけば、まあ、例えば、今の話で言ったら太ももの付け根あっち。この太ももの付け根をやっぱり後ろにぐっと引っ張っておくと、肘が動かしやすくなる。なんていうかというと、この引く力によって、この辺りとこの辺りが動くから。ね？だから足の筋肉ってのはすごく大事なんです。っていうかまあ、今日の弓道の意味で言い方が、目手と、押し手のバランスがどうのとか、肘で引くとかって、これ全部手の話してんじゃん。うちら立前の、まあその稽古の仕方は足使うんです。足の使い方もめっちゃ学ぶんですよ。最初の体重の置き方とか、後ろ足の伸ばし方、後ろ足の蹴り方とか教えるんです。で、それができると何がわかるかっていうと、こうなります。一般的な伸び合い詰め合いと、この深い弓道における、本当の伸び合い詰め合いの筋肉の図をご紹介したいと思います。それがこうなります。はい。多分おそらくこういう風になるんですよ。ほとんどの人が。それが何かっていうと、普通は、伸び合い詰め合いって言われると、どこが伸びて、どこが詰まるかっていうと、大体背中が詰まるんですよ。まあそうですよね。だって、上腕三頭筋、下筋を張ってねとか、脇の下の筋肉張ってねって、これ全部体の後ろの面なんですよ。だからそこは力が入るようになれば、胸の筋肉が広がって伸びると。ね。だから、伸びる感覚っていうのはぐーんとこう腕の筋肉が伸びる感覚があると同時に腕のこの付け根の筋肉、後ろ側の筋肉が詰まる。だから伸びる感覚と詰める感覚が両方混在したなんかぐーんとなってる感じっていうのが伸び合い詰め合いだと思ってるんですよ、皆さん。ところが、こういう方法があるんです。意味わかります？これ前と後ろも両方伸びてるんですよ。左右に。より深い伸び合いっていうのは、体の前の面と後ろの面が両方伸びてる状態なんです。これ作れるんです。こういう生き方ができるんです。要は、こっちも伸びているし、こっちも伸びているっていう状態です。で、その伸びきってこういうふうにね、まあ例えば、前の面と後ろの面ってあるじゃん。後ろの面がぐっと縮んで、前の面がこう広がってるじゃん。これで押されてる状態が、まあ一般的な伸び合い詰め合いなんですけど、そうじゃなくて、前と後ろ両方伸びるんですよ。こっちもよろん伸びてるし、こっちも伸びてる状態。で、その状態でパワーかけたら、前も後ろも、なんか、表面ではぐーっと圧力を感じられてるんですよ。だから圧力が何か体に詰まってなってるんですよ。でも中の筋肉は両方ともお互い伸びている状態。っていう詰め合いなんですよ。こっちは自分の体で詰め合う場所作ってますよね。こっちは自分で詰め合う場所作ってますか？そう、詰め合いって存在しないんです。詰め合いは皮膚が詰まってるだけなんです。で、中の筋肉は伸びてる状態なんです。これを伸び合い詰め合いの中でもより深く伸び合った状態のによって起こる詰め合い、そういう風に考えられるんですよね。で、こういう風になんで言えるかっていう、つまり正しい伸び合い詰め合いの仕方は、全身の筋肉前も後ろも伸びた状態で本当に弓の圧力がかかってるっていうだけだ。だから自分で詰め合う場所は作らないんです。弓がどこかに詰まってるんですよ。でも全部伸びてるんで、どこら辺にどう詰まってるかっていうのはもう皮膚が詰まってるだけなんで、どこかっていうのはないんです。つまり詰め合いっていう特定の場所は存在しなくなるんです。これを覚えれば強い弓がもっと開けるようになります。もう私もね、何本かね、これね、なんかね、それらしい感じの開き方ができてて、ちょっとこれどういうことなんだろうなと思ったんですけども、どうやらハムストリングスのこの筋肉あるじゃないですか。上の部分を長くすること、ハムストリングってこうあって、縦と下があって、膝の方をね、伸ばすってことはよくあるんですよ。そうじゃなくて、太ももの付け根の方からハムストリングスを伸ばすっていうやり方があるんですよ。これをやると前と後ろの面が両方伸びるんです。じゃあなんでそんなことが言えるかって言ったら、皆さんね、弓道の昔の文献でこういうのがあるんです。美醜竹林九十書の第四巻、重従のことと爪合いのことって書いてあるんですよ。五分の爪ってこと。これよく考えてください。
五分の爪と十十の位、こう、九伝って書いてあるんですよ。で、これ、十十ってのは何なのかって言ったら、左右の体の状態、左右の押しの状態、弓と体の状態、胸の筋肉の状態、全身の筋肉を話し切った後の状態がどうなっているのかっていうのを10個の漢字で表現した内容っていうのがこの十十って内容です。で、その次に五分の爪って書いてあるんですよ。で、五分の爪がこう書いてあるんですよ。陰の爪と、あの、胸の爪と陽の爪って書いてあるんですよ。でさ、この美術竹林九州書の文章というのは、文章というのはですね、自分で起こすのではなくて、自分の筋肉が自然にこうやって動かした結果起こる現象を、これ記述化してるんですよ。まあ、例えば肘で引くとかって言うじゃん。だから肘動かさないんですよ。だから例えば、鶴絡みってこれ書いてあるんですけど、鶴は自分で絡めるんじゃなくて、大きく動かしたらグッと入ってくるよねっていう風に、鶴絡みとかが解説するんです。だから、ここに書いてある爪っていうのは何かっていうと、要は自然に体を動かせば、弓の圧力がぐっとこうあの縮むので、それがまあ、あたかも自然に弓が引けてる時っていうのは胸の筋肉が詰まった感じがあり、このメテとユンデが詰まった感じって書いてある。でこれで、ね、大事なポイントが2つあるんですよ。まずね、なんでどうしてですね、これ伸び合いって文章がないんですか。なんで伸び合いって文章が消えてるんですか。だって、もしもですよ、こうやって動かしたら詰まる感覚がありますよっていう風に言うんであれば、伸びる感覚もどこかにあるはずなんですよ。ここどっかが伸びててどっかが詰まるっていう詰め方だったら、これ詰め合いだけじゃなくて、詰まるっていう文章だけじゃなくて、どこかも伸びますよって書かなきゃいけないはずなんですよ。ところがですね、これないんですよ。どこにも牛角の爪とかあって、足踏みから胴作りの引き分けのところまでは十十の位を理解しましょうとか、五分十十の爪を申し入れ、五輪砕きの論のことをよく心得よとか書いてないんですよ。五輪砕きの文章はちなみに何が書いてあるかというと、引き分けるときに柔らかい状態で引き分けさましょうとか、土をしっかり固めてとかって書いてあるんですけど、ないんですよ。なんでないの。どうして爪合いが爪って書いてあるけど伸び合いがないの。それは前の筋肉も後ろの筋肉も伸びてたら、どこか特定の伸びる場所は消えるでしょ。で、弓の圧力だけがかかるから、体の中ではどこかが詰まってる感覚はあります。でもそれ自分で作った。だからつまり何が言いたいかっていうと、自分で前の筋肉とも後ろの筋肉も伸ばせば伸び合う感、もう伸び合うのが普通なんですよ。もうスタンダードが伸び合いなんです。で、そこに弓が詰まる。だから伸びている筋肉に弓の圧力が詰まるから伸び合い詰め合いなんです。どっかが伸びてどこかが詰まる伸び合い詰め合いじゃないんです。もう伸び合いが詰まる、スタンダード。だから伸びててそこに弓の圧力がかかるからどこかが詰まるよね。だから詰めしかないんです。つまりこの文章の奥の言いたい内容というのは、もう私たちはここまで弓道の技術が上がっていき、姿勢が良くなり、重心の位置が良くなり、心の状態もさらに落ち着いて、心が落ち着くことによって体の奥底の筋肉も緩んでくるんですよ。もう奥の底の筋肉まで緩められて、それを引き分けまで動作すれば伸び合いがスタンダードで、詰まる感覚だけが残るって言い方でしょ。そういうことなんです。だからこれはどっか伸びてるわ、どっか縮んでる、2つあるわ、ここら辺が伸びててここが詰まってる感じあるわは、まだ本当の伸び合いじゃないんですよ。本当の伸び合いは伸びようと思わなくても伸びてるんです。で、それは弓の圧力が柔らかく、ここら辺がちょっとこうなんか押されて詰まってる感じがあるなって残っている状態が正常な詰め合いなんです。この方法というのをオンラインのセミナーで教えたいと思います。この方法を使えば強い弓はすごく開きます。で、私も今までは結局脇の下の筋肉であったりとか背中の筋肉ちょっとまだ縮んだんですよ。これを抜くことができれば、まあさらに強い弓が開けるというふうに思ってますね。以上です。ありがとうございました。